どうも皆様こんばんは、セゴリタさん、その今日の音楽動画へようこそ。ということで今日はですね、僕がですね普段から否定しているハイレゾをですねビシッと聴き比べていきたいと思います。お相手はですね昨日に引き続きこの方です。吉でーす。はい、というわけでやっていきましょう。ちょっと準備していただいて。じゃあ準備してる間にハイレゾのおさらいを。了解です。人間の耳に聞こえる音っていうのはですね 20Hz から2万 kHz だっけな。ハイレゾっていうのはですね、それをはるかに上回る領域の音まで表現できますよっていうのが、ちょっと待ってほしい。表現できるっていうのが売りになってるわけですよ。だから人間の耳にはもう根本的に聞こえない音を出してるんですよ。だからすごく優れてるんだっていう言い方もしてるわけですけれども、僕はですよ、根本的にそんなに頑張って出したり効果に言う必要はないんじゃないのっていう考え方だから、ハイレゾ否定派なんですよ。お年を召してくると体温計のねピピピピっていう音すら聞こえにくくなってくるわけよ。年とともにね、徐々に高音っていうのは聞こえにくくなってくるから、僕はハイレゾつまね、あんま必要じゃないんじゃないんかなっていう考え方でございます。ゆくちくんは？いまいちよくわかんない。そうなんだよ。本当かなって感じだけどね。やってみます。早速同じ曲で、うん、通常の録音曲と、うん、ハイレゾバージョン、普通の録音された曲をこうグッとさ、ハイレゾに強引に押し上げたんじゃなくて、ちゃんとハイレゾで録音されてんの？そこはちょっとわかんないですけど、一応ハイレゾで売ってる曲を買ったんで。じゃあやってみるか。はい、じゃあ聞いてみようぜ。今ハイレゾじゃない方を聞いてもらってます。皆さんにちょっと聞こえないのかね、申し訳ないんだけど。動きで楽しんでいただいて。そうね、そうね。じゃあもう一個の方。あ、まあ真剣にね聞き比べてると。はいはい、というわけで、まあ、こんな風にですね、ハイレゾの曲をと普通の曲2つ用意してみたので、自称ですねクラシックを聴き込んでいるこのゆきちくんにですね、このハイレゾかそうでない曲かっていうのをですね、ズバリ当てていくっていうハイレゾゲームっていうのをやっていきたいと思います。ヘッドホンつけて。そういうことされると自信がないんですけど。じゃあ行くよ。今見てる皆さんにはわかるかなと思うんですけれども、上にあるものがハイレゾの曲、フリップサイドっていうバンドかな、下がそうじゃない曲です。じゃあまず行きますよ。どっちの曲か。はい、この曲はですね、今皆さんに聞かせることができないので、ちょっと申し訳ないですけどね、リンク貼っておきますので、気になる方は見てみてください。はい、次。はい、次行きます。はい、分かった。前が普通、うん、後ろが入れず。おー、すげー。正解はですね、2つとも入れず。じゃあもう一回やるわ。もう一回真面目にやる。じゃあもう一回真面目にいきますよ。はい、もういい？うん、わかった。さっきと同じ。うん、違う。今は最初がハイレゾ、次はハイレゾじゃない。うん、じゃあわかんない。嘘、ちょっと俺にもやらして。いきますね。いいよ。ええー。はい、最初がハイレゾ、2回目が普通のやつ。うん、どっち？逆。ダメじゃねえか全然。やっぱね、わかんないね。ハイレゾレコーディングされたやつじゃないとわかんないんじゃないかな。いや本当ね、わかんないんだよね、真面目に。このイヤホンでおーってなっただけで。やってみて。いい曲。もうハイレゾかどうかわかんねえけど。いい曲。誰の曲？ノーネームっていう。またアニメですか。そうです。ゆきしかアニメ好きなんですよね。これいい曲だったね。曲がいい。曲がいい。あといい音。いやただこれがじゃあハイレゾかどうかって言われるとわかんねえな。聞こえないんじゃない？だってもう聞こえる範囲を超えてんだもん。若者にしか可能音とかさ、輝がある音とかあるじゃんか。ああいうのは聞こえねえっつうじゃんか。すんげえ生まれたばっかの赤ちゃんで聞こえないとかさ。それレベルだよ。わかんねえよ多分。難しい。本当に。ただいい曲だった。当てろって言われたらわかんない。そう、これむずやってみて。ハイレゾゲーム面白いよね。ハイレゾ2連ちゃんと思わなかったし。まあね。どっちもいい音だなと思って。むずいよね。すげえむずいよ。やっぱハイレゾっつうのはさ、ブランドだよね。こういうのが聞こえるからハイレゾってついてるといいんだみたいな感じになってるけど、今のね、ハイレゾっつうのは俺も前のね、動画にしたけれども、こう、ハイレゾ対応じゃないレコーディングの曲をこう、ぐっと引き上げて、広く音聞こえるようにしたからハイレゾですって言ってる粗悪品もあるんですよ。ちゃんとハイレゾレコーディングされてたら違うのかも。もう一回やってみる。うん、今回のはちょっと特感でね、今試しにやってみようかってハイレゾゲームってやったけど、ちょっと
う一回ハイレゾゲームリベンジしてみて本当にどうなのか。結構ねレコーディングするの大変らしいんですよ、ハイレゾの曲っていうのは。そういう意味ではちょっともう一回リベンジしてみたいと思います。楽しかったね、うん、ゆきちくんのいい曲聞いた曲は下にリンク貼っておきますんでぜひチェックしてみてください。というわけで今日の音楽動画はこんな感じ。ハイレゾゲームいかがでしたか？ぜひ皆さん下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。というわけで私がセボリタ三世でゆきちでした。というわけでまたね、じゃあバイバーイ。